南極の交通では、南極及びその周辺の交通に関して記述する。スキーを履き、ソリを引くスコット隊。詳細はこちらを参照南極の交通は大きく変化してきた。かつては探検家が南極という地の果てを徒歩で移動する時代であった。その後主に陸上交通が、そして同じくらい、航空交通と海上交通も人間の技術によって、 より快適に早く移動できるようになり南極は開かれた土地になった。南極のような壁地における輸送技術は旅行者の安全を確保するための超低音と吹き続ける風への対策が不可欠である。また、南極の環境は壊されやすいので輸送量を限ってエコロジカルフットプリントを減らし持続可能な輸送技術を使わなければならない。まとめれば南極における陸上、 会場、航空交通用のインフラストラクチャーは安全かつ持続可能でなければならないということである。現在、毎年何千人もの観光客と何百人もの研究者が南極の交通システムを頼りにしている。陸上交通の手段は大抵スキーやスノーシューなどの徒歩か乗り物である。最初に自動車を使ったのは1907年から1909年に、 かけて探検した、アーネスト・シャクルトン率いるニムロド探検隊である。モーソン基地は初めて南極を走った市販車の目的地であり、その一台目にはアンタークティカイチと名付けている。しかし道路は少なく、あっても路面状態が悪いので普通のタイヤを履いた乗り物で、陸上交通するには限界がある。海岸にあるアメリカのマクマード基地と南極庭にある、 アムンゼン・スコット基地とを結ぶ長さ1 4 5 0トルのマクマード南極点道路という南極唯一のハイウェイがある。2005年、6人組のチームがアイスチャレンジャーと題してタイヤ付き自動車による南極点到達の探検に参加した。特殊設計の6輪ワゴン車で南極沿岸部のパトリオットヒルズを出発、同ルー流と二輪車で走った。 風間真嗣の記録24日を69時間という驚異的な数値で更新する。2005年12月12日に世界で最も早く南極点に到着したとしてギネス記録に認定された。この体験成功により南極ではタイヤ付きの乗り物は走行可能なだけでなく実用的であると立証された。風間も2005年の挑戦もその趣旨として地球温暖化と 気候変動への意識を高めようと掲げていた。海岸近くの定着合理に停泊中の観光船、南極大陸にはマクマード基地にしか湾港設備が整っていない。沿岸にあるほとんどの基地では輸送船を置きに止め、物資や人は船から海岸まで小舟や橋家、ヘリコプターで運ぶ。ごく簡単な不当すら備えない基地が大部分である。南極で停泊する船舶はすべて、 南極条約第7条に照らして、巡検を受ける。船を沖に停泊する機会は、散発的かつ断続的であるものの、通常は小型船舶でも、特にリフティングキールを装備するなど船体に氷対策を施し、かつまた海岸線が開いていると問題はない。また停泊について、政府専用と定めるマグマード基地及びパーワー基地には、無許可で闘病できない。 動力のついた大きな船から小さなヨットまで多くの観光船が南半球の夏の間に南極半島を訪れる。ほとんどの観光客はアルゼンチンのウシュアヤを拠点に南極に渡っている。マクマード基地に着陸する LC-130 観光客を乗せ南極点付近に着陸した BT-67 外部と南極を結ぶ空路の交通では 観測基地への物資輸送に飛行機、砕氷船と基地間の短距離輸送にはヘリコプターが使われている。一般機が利用できる滑走路に旅客対応の空港ビルはない。南極条約批准国16カ国が置く観測基地30地点に飛行場かヘリポートがあるほか、民間企業が合計2カ所の商用空港を運営する。ヘリポートは合計27基地が備えている。 南極の飛行場は極端な季節性気象や地理的な条件に制限され、規制が厳しい上に ICAO 標準を満たさないため、利用には別途手続きが発生する。特に日照が全くない陶器は南極大陸への空路はほぼ閉ざされ、口日のような緊急対応の不死には滑走路の輪郭を示すためドラム缶を並べて燃料位置を託。暗視ゴーグルを使い、 陶器のペガサス基地に着陸を成功させたのは2008年9月11日、アメリカ空軍機 C-17、グローブマスター3である。民間機による南極大陸の陶器離着陸は2001年4月、アムンゼンスコット南極観測基地の当番に、ロナルド・シメンスキーが肝炎を発症し、手術を行える病院への搬送が決まった時に、遡る。 基地責任者の初受けを受けたアメリカ空軍は C-130、ハーキリーズをニュージーランドから派遣するが、一旦着陸すると、悪天候のため帰還できる見込みが立たず3機とも、呼び戻している。晩作つきた基地関係者は、デンバーの支援組織と相談すると、まず、カナダ空軍と交渉し、次に、局地輸送に精通する、運輸会社のつてで、カナダアルバータ州の民間企業権、 ボロク航空に連絡を取る。同社には南極の航行実績がある操縦士がおり、カナダの国地方に適用したデハビランド製 DHC-6 ンオッター機でビクトリア州の遠距離通勤を支えていた。交代の意思を乗せばバックアップ機ともども合計2機をカルガリーから出した同社は、シャゼ、地球上ならいつでもどこでもを守る結果とはなるが、まさに綱渡りの反則であった。 カルガリーからプンターレーナスとイギリスのロセラ観測基地を経て救援機が到着するまで10日、観測基地の職員は当機の気象条件に対応していないトラクターを苦労して操りにキロメートルの滑走路を切り開いた。5日がかりでチリに到達したツイモッター機は南極半島のロセラ基地で天候回復を待ち36時間待機、10時間がかりで 目的地に到着するが、中期中に翼のフラップが凍結してしまい、応急措置で離陸する。操縦士は、ケ器が正常に作動しているか疑いながら航行し、無事に地理に降り立った。こうして、冬季の南極点を発したフライトが航空史上、初めて成功した。カナダ政府は、勇気ある搭乗員の偉業を称え、叙勲した。航空機には、BT-67、 ナス -76、膠着装置にスキーを採用し、離陸用に JAT を付けたロッキード LC-130 などが利用されている。ありがとうございます。